気ですか？イギリス在住ママの朝香です。で、今日は今年の2月3月に日本に一時帰国をしている時に、あの四国でとっても有名なテーマパークレオマワールドというパークに行きました。で、あのジージとバーバとあの息子2人を連れて1泊2日で旅行したんですけど、あのこちらの動画2日分を編集するとすごい長い動画になってしまうので、今日はあの1泊目のレオマワールドに併設している大江戸温泉に宿泊した時の動画を皆さんとシェアしたいと思います。で、こちらのレオマワールドは私もちっちゃい頃訪れたことがあって、あまり記憶がなかったんですけど、大人として訪れたら本当にあの楽しいパークだったので、次回の動画もぜひチェックしてみてください。それでは今から動画をインサートしますのでお楽しみください。出発進行。明日はレオマワールドのテーマパークに行きたいと思います。で、明日は土曜日なのでちょっと人が多いんじゃないかなという思っています。で、今大江戸温泉に着きました。で、今ジージがチェックインをしてくれているんですけど、ホテルの中をちょっとうろうろしてます。で、ここが大江戸温泉の温泉になってて、下がプールになってます。すごい。で、今大江戸温泉に着きました。で、ホテルにチェックインしました。で、私たちが借りたお部屋は和室のすごい日本調のお部屋になってます。で、ここにあのお布団を敷いてみんなで一緒に今日は寝たいと思います。ひゅーちゃん嬉しくて走り回ってますくねくねしてる。芋虫さんがいる。ジョージもやっと足を伸ばせます。ジョージはずっと寝てたの。寝てたね、あなたはね。え、で、このお部屋からの景色は、ひまに、おはよう。で、この中開けてごらんよ。この扉開けてごらんよ。何がある？これなんだ。ほらぎゅー、ほら、もっとお布団がある。これ押し入れっていうの。すごいでしょ。出さなくていいよ。で、お部屋の中からはこんな景色になってます。ねえ、ジョージすごく嬉しそう。で、いっぱい食べたでしょ、食うとき。で、チェックインしたら浴衣を借りれるところがあって、いっぱい浴衣を借りてきました。で、これとこれとこれ、ちょっとわからなかったので3つ借りました。で、これがタイちゃん、これが子供たちのです。かわいい、これ着たいね。着たね。いいね。めっちゃいい。上手。ジョージくんが浴衣を着ました。ちょっと長すぎたね。ちょっと長すぎたので、試しに着てみただけです。ね、夕食で聞きたかったけどね、ひゅーちゃんと。またもうちょっと大きくなってからだね。お三本っていうお流しをもらいました。ひゅーちゃん好きそう。ステーキだって。 This is Bible。 あ、これね、バーバだって。バーバとママ取れる。それじゃあ唐揚げ1個取ってここに入れてください。取れる、頑張れ。そう。あー、上手。取れた。カルミさん、対して乾杯。お疲れー。ゆうちゃんも乾杯。乾杯。お疲れ。運転お疲れ。はい、いちごちゃんで乾杯。いくよ、せーの、乾杯。ゆうちゃん、そんないっぱい食べたね。お腹いっぱいなるの。すごい、美味しそう。ゆうじ、ご機嫌。
美味しいですか？めちゃめちゃ美味しいでしょ。美味しいね。よかったね。すごいの上が宇宙人みたいになってる。来るよ。ゆうちゃん持ってきて。よかったね。食後のデザート。どう？アイスとかに。美味しい。美味しいって言ってみる。ババ、後半戦来て。美味しいでしょ。初めてのカニだよ、ひゆちゃん。初カニ、初カニ。今日カニさんの話してたもんね。で、ご飯を食べました。で、最後のアイスで締めたいと思います。ひゆちゃんどうでした？やめ大満足だね。美味しい。で、ご飯を完食しました。で、バーボントイレ行きたい。カニ美味しかった。カニとサーモンステーキがすごい美味しかったね。ほんとカニ食べたかったけど一皿だけね食べました。ゆうちゃん、ちょうじちゃん、よいしょ。で、温泉に行ってきました。お父さん、いつもあれ。ゆうちゃんどうだった？楽しかったね。露天風呂すごかったね、お母さん。痛い痛い。ジョージに噛まれた。ジョージがもう寝たんや。おうた嬉しいね、ゆうちゃん。おゆうちゃん、ジョージ眠たいわ。ジョージ眠たい。あら。翌日の朝です。朝食に来ました。ゆうちゃん何食べますか？ライちゃんおはよう。パパおはよう。いびきひどくて。いびきがすごかったです、昨日は。どうぞ。どうしたゆうちゃんは？ゆうちゃんもいびきがすごかったらしいです。私はマヨネーズ好き。どうでした？ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。で、最後に海鮮丼見つけて海鮮丼一杯食べました。みんな完食です。で、私とパパがご飯食べてる間にここで待ってくれてました。ジョージ、嫌だったの？ジョージ泣いてたの、ずっと泣いてたの。まあ、ずっと泣いてた。ずっと泣いてた。お父さん泣いてない。嘘つき、嘘ついてる。ずっと泣いてないって言ってる。え、これヒューちゃんが全部作ったの？すごいやん、ユーゴ。これ作った？あ、本当に？ジョージは大丈夫？お座りしていた。今泣き始めた。あら。で、このお風呂のすぐ横にキッズコーナーがあるので、すごい助かりました。頑張れ、ジョージ。頑張れ、ジョージ。なんか一歩が踏み出せないね、まだ。歩ける。頑張れ、頑張れ。そう、すごいやん、すごいやん、すごいやん。歩きゆ、歩きゆ。すごい、すごいよ、ゆうちゃん。ジョージ歩いてるよ。ほらほら、お靴買ってあげなきゃいけない。お靴。皆さんどうでしたか？楽しかったです。我が家がいびきの家族と分かりました。昨日の夜はハイちゃんのくしゃみと
いびきと、ばあばのいびきと、ひゅーちゃんのいびきと、ジョージの夜泣きで大変でした。はい、じゃあひーちゃん今からレオマワールド行くよー。イェーイ、レッツゴー。じゃあレッツゴー。楽しかったね。お布団が楽しかったね。で、こちらの大江戸温泉の露天風呂の様子、もちろん撮影できなかったんですけど、ヒューゴとジョージは初めての露天風呂の経験ができて、本当にはしゃいで、すごい楽しい経験ができました。で、次回はレオマワールドを訪れた時の動画を皆さんとシェアしたいと思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。またー。